ただいまから定年勤続職員の表彰式を行います。表彰状授与。35年勤続特別表彰、細谷隆義君、北村春則君、金子ジョージ君、中川勝弘君、栗原英二君、野瀬雄一君、西原義雄君、村本博史君、鎌田司君、平間明君、野村誠二君、片瀬正明君、伊藤博康君、木間良介君、福本誠君、三笘雅子君、山崎明美君、宮森真理子君、溝江勝君、白井義雄君、久保田秀則君、鈴木博史君、宇都宮進君、工藤健三君、藤来義明君、柴崎正美君、以上代表細谷隆義君。表彰状、常任委員会専門委員細谷隆義、衆議院に在職すること35年、政令よく職員にあたり議員運営のために尽くされた功績顕著である。よってここに積年の功労を立とし、記念品を送って特にこれを表彰する。平成24年1月1日衆議院議長。おめでとうございます。